ホテル京阪ユニバーサルタワーは、大阪市小野花区に所在するホテル京阪が運営する、シティホテル。2008年3月31日まで同一施設で、ホテル日光米サイド大阪として営業されていた。総合警備保障設立者の資産管理業務と、不動産業を営む総合商事が、ユニバーサルシティ駅隣接の西日本両角鉄道の、 社有地を定期借地契約し、2000年7月28日に超高層ホテルを着工。ジャルホテルズへ開業後20年間の運営委託契約を締結し、2002年4月27日に、春工と同時に日光ホテルズインターナショナルのホテル日光米サイド大阪として開業した。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに隣接する商業施設、ユニバーサル・シティ・オーク・大阪とユニバーサル・シティ駅の中間部に所在する。地上33階建て、高さ地上120メートルの客室数641部屋と、USJ 界隈では最高層の建物であり、USJ のゲート付近からも望める、ひときわ目立つ建物である。上層部には、 京阪グループの CI マークが掲げられているが、ホテル日光ベイサイド大阪だった頃は、ホテル日光大阪や JR、タワーホテル日光札幌のように、無比の噴水マークではなく、ホテル日光成田などと、同じく、JAL ロゴであった。31階には、地下1000メートルから温泉を組み上げた上げた、展望浴場、スパークがある。利用は当初宿泊者限定であったが、 2004年頃より、レストランなどとのバックプランにより、日帰り利用が可能である。地上110メートルの国運の眼下には、USJ やベエリアの景色が広がる。u シットと接する2階路面には、ローソンとハーゲンダッツが、ホテル日光ベイサイド、大阪開業時から出展している。ホテル日光時代は、 株式会社 USJ とは、ライセンス契約を締結していない関係から、パートナーホテルに指定されず、ホテル側も、JAL テーマパークリゾートというホテル日光東京と並び、リゾート色の濃いコンセプトを、掲内していた。2007年10月2日に JAL ホテルズは2008年3月31日で、閉館し、運営契約を終了とする旨を発表。 赤字の要因である賃料の引き下げ交渉が家主で、ある、総合商事と折り合いつかないとされ、家主側は、新たな運営者を探していることが報道される。2008年2月13日、京阪グループのホテル運営会社のホテル京阪が、ジャルホテル撤退後の新たな運営委託先となることが、発表される。同年3月31日のチェックアウトで、 ホテル日光米サイド大阪としての営業を終了。2008年5月21日より建物をほぼ、そのまま使用した状態で、ホテル景判ユニバーサルタワーとして、リニューアルオープン、同時に USJ オフィシャルホテルに登録された。ホテル景判としては2001年の u シット開業時から、ホテル景判ユニバーサルシティも運営しており、同社は、USJ エリアのホテルで、 客室数の大半を有することになるとともに、客室数など最大規模のチェーンホテルとなっているが、ホテル京阪ユニバーサルシティは2021年5月6日で営業を終了し、ホテルマネージメントジャパンの運営で、オリエンタルホテルユニバーサルシティとしてリブランドされる。前身のホテル日光ベイサイド大阪だった頃は、ユニバーサルシティオーク大阪から資金であるにもかかわらず、 家主の総合商事が株式会社、USJ とオフィシャルホテルに関わるライセンス契約を締結しなかった。これにより、ホテル側は一切、USJ のロゴや商標が広告などで使用できず、USJ のウェブサイトにも情報が一切掲載されず、USJ からの案内もなかった。現名称となってからは、ホテル軽版ユニバーサル、シティとの兼ね合いからか、 ライセンス契約を締結しており、オフィシャルホテルとしての USJ における各種サービスが提供されている。読売新聞大阪本社、ベイサイド大阪、3月で営業終了、日光ホテル市会社発表2007年10月3日、長官読売新聞大阪本社、日光ベイサイド、大阪ホテル京班が引き継ぎ2008年2月14日、長官 USJ、 オフィシャルホテル、ホテル京阪ユニバーサルシティが、運営終了、2021年5月6日まで。シネマカフェ、https コロンスラッシュスラッシュ www.cine macaf.net e スラッシュアーティクルスラッシュ2021スラッシュ03スラッシュ06スラッシュ 71706.html2021 年3月7日の閲覧。ありがとうございます。